何にかけるんですか。エビとイカと白身系。白身系もだいたい塩で。だからあるんですね。塩って僕てっきり。あと天ぷら風でも。てっきりあの追いフライドポテトするのかと思ってました。めっちゃしょっぱいよなと思って。こんなところで食わん。塩分を取りたくない。何か変わってる。本当ですか。エビなくなってたんかね。マジですか。でもだってだってこれになってるから新しいの。あ、さっきなんとか。この前スカン三冠とかなくなってた。これはスカ三冠、シャケ三冠、軍艦三冠。なるほど。第三巻のやつ食べたかった。でもこれエビ肉を。いいですね。大きいエビ肉。赤いエビ肉。あ、僕それ行きたい。あるあるある。あったわ。カンカン行く？はい。ピンチョ行く？はい。はい、塩でお前使ってんだっ。塩消しましょう。塩でお前。塩でお前。パサラとか言うなよ。塩はゼロだろ。塩カウントかよ。4つも頼んでないと思ったよ。塩カウントじゃないじゃん。塩どこ。僕多分12日ぶりのちょっと酒なんで。いつか。お疲れ様です。やっぱうめえ。赤身があんまりに得意じゃなくて、いやちょっと一つ思ったのが、買うならバルナックライカに行きたいなって思ったのが、バルナックね、ちょっと前に1万4000円でレンズ付きだったもんね。レンズ付きでですか。でもだったら最初から M でいいんじゃない。 M、まあ、4がいいなと思ってて。なんで4。いや、もうなんか写り、あのツイッターでフォローしてる感じの今日ソニーのあのちっちゃいの売りました。ああ RX0、 あのなんか勝手に握れたやつ。はい、あれ、あれ俺が最初さ、なんでこれ何言ってんだこいつと思って。あれ結局いきます。マグロ漬け、あ、違う、マグロ赤身ね。赤身、赤身、赤身。このまま行った方がいいですか。いや、わたび行った方がいいじゃないですか。あ、おいしい。なんで？おいしい。全然パソコンとしてなくて。おいしい。すぐ溶ける。赤身なんか溶けはしない。赤身が得意だけど、ちょっと盛りました。美味しいです。それでは、フラフラ島、チョキタさんが、高えなっていうところで、やっぱり、まあでも美味しかったんですけど、その時は沖縄の子の誕生日だから、しかも、売れなかったんで、あの7月の土用の丑の日に。ほらほら、意外とでかいよ。確かに。意外とでかいよ。ニアナゴ。しかもこれで40元ですか。大喜利60だったらニアナゴで2つあった方が。OK。OK です。ありがとうございます。やっぱキャノンの色いいな、動画。綺麗だな。ね、意外と大きくて大きい。いいですね。いや、それお店でしょ。そんなね、ちゃんとしたお店じゃない。パパ。もう超適当なお店。あ、遅い。もう4時で遅い感じ。わかんない。そっか、バーでは別にないから。バーじゃない。ただ売ってる、ただ物販のコンビニの外みたいな。物販のおばちゃんがいる。ブリブリ。お、できた。テニスボールみたいな色してる。すんごい、すんごいセロテープ。グレムリンって何でしたっけ。グレムリン、ギズも知らないの。
いや、見たら分かるかも。分かんないですね、パッと聞いただけじゃ。全然なんか、え、なんちゃう、テープが取れてなかったって。その T シャツいいですね。ザ・ボネズ、ボーンズ、ボーンズか、ボーンズ取れてます。取らないで、恥ずかしい。あ、いや、手だけしか手だけいいよ。恥ずかしいわ。肉離れおじさん、おじさんいる。肉離れお兄さん、全然違った。あ、そういう分け方。あ、してますよね。お、お、あ、これ、これか。グルファービーでしたっけ？違う違う、グレムリンだっつって。グレムリン。ダフィーだって名前。ダフィー。ダフィー。あ、僕の親友の名前だ。あ、すいません。ダフィー、ダフィー。待ってくださいね。6種類ぐらいいるますか？ダフィー、ダフィー。ダフィーでーす。それでは。でもいいですね。4回300円。日本円。